ます八田和子,子さん国民民主党新緑風化八田和子,子です平井大臣今日はですねこの行政手続法案ようやくこの審議ができるんだなということで私も楽しみにしてまいりました65分間もいただいておりますのでゆっくりとお話をさせていただければと思います <laughs>、えー、私はあの 長年ですね、総合エレクトロニクスメーカーというところで、30年です、働いてきました。まあ、その中の30年の間には、いわゆる民間企業の中でも、まあ、神を中心としたこの実務からですね、どんどん10年、20年とデジタル化に移行していく、その過程も体験してきたものの一人であります。そういうところからいくと、本当にこの政府が進めようとしているデジタル化、どこまで本気度を持ってやろうとしているのかということについて、 いささか不安を持っております。と言いますのも、まあ、3, 年半前3年前にあの国会議員にならせていただいて、国会来たんですけど、正直なところ、いや、こんなに遅れてるのかというのが、素直な気持ちです。で今日もタブレットを用いてです、ね、質疑やらせてほしいというふうにお願いしましたが、衆議院ではできても参議院ではできないんだということで、見送られたんですが、まあ今日いろいろ資料も準備してましてですね、実は今日皆さんにも、 理解を深めていただければということ9枚も資料用意したんですが、これなんかもう本当だったら、タブレットさえあれば、配らずにですね、もう皆さんに見てもらうことができるわけです。場合によっては立体映像だとか、そういったものも用いて、理解を深めていくこともできるのに、いまだこういう二次元のこの紙で、すべてが統治されているということに、すごく不満を持っております。ぜひあのまあそういうういいいもものの改革も含めててやりたいなという気持持ちを持って今日は 質問に当たりたりいと思いま,すあのまずですね、第一問というか、一番最初にお聞きしたいのはあの、これだけデジタル政府と言われていますけれども、その描く政府像を、平井大臣がどこまで考えられているかという点であります。政府は行政から生産革命をするということで、今回、世界最先端のデジタル国家の実現を目指すと。 いうことで様々な取り組み方針を打ち出されました、まあ、今までも、先ほど午前中の質疑にもありましたとおり、2000年以来ですね、官民デジタルデータだとか、サイバーセキュリティ基本法だとか、いろんな理念法を打ち出してこられたんですが、ようやくここにきて、手続き法の改正ということで、具体性を帯びた法の改正、これでもっと具体論を進めていくんだなというふうに、私自身は捉えています。あの今回法案特に行政の手続き 利便性のコスト、利便性の向上やコストの削減等もさらに追求していくというふうにされていますが、ただ一方で資料1、御準備しましたが、午前中の論議にもありましたとおり、この行政手続きの改革を進めるという割にはですね、日本の行政手続きは国際的に見劣りする状況になっています。先進国35カ国中24位ということで、2020年度に OECD で第3位内に持っていきたいという目標をですね、えー、未来投資家戦略として立てられていますけれども、本当にそこの,その実現ができるのかどうか、この目標達成にどの程度、この法案が寄与するのか、ぜひ戦略を伺いたいと思います平井国務大臣あの。私も電子政府、電子行政、デジタルガバメントという流れ、 もう2000年ぐらいから関わってくる中でやっぱり進んだものと進んでないものとやっぱ両方あったと思いますただ、ここにきて何が変わったかというとやっぱり皆さんがスマホを持ってスマホでいろいろな手続きをやりたがっているという事実があり、まあ、あのその機能もまたセキュリティレベルもどんどん上がってきたということで、まあ、これから先国民が一番利便性を感じる方向に えーまあ、このデジタルガバメントを持っていけたらなというふうに思いますであの各国いろんな比較があるんですけれどもこれ国によってやっぱりあの優先順位がやっぱ違うだろうというふうに思うし日本の場合は何といってもこの高齢化ですで、えー、高齢化の一方でデジタルネイティブの若い人たちも世の中にどんどん出てきているそこの要するにビューティフルハーモニーですね その令和という時代はそこが大事なんだろうというふうに思っています。まあ、そういうことであの、まず日本の場合はです、ね、要するに、えー、このマイナンバーカードを国民に、まあ、全部国費で持ってもらうというのは、本人確認の基盤をどの国よりもちゃんとしたいと、まあ、例えばアメリカのソーシャルセキュリティナンバーなんかは、 なりすましというのをある程度計算して運用してますよね、まあ、それは、しかし日本の場合は、後発だっただけ,だだけに、そういうまあ各国の,その失敗事例等々も踏まえてスタートしたんです、ですから私はこのデジタルガバメントのやっぱ基盤になるのは、マイナンバーカードによる本人確認だと思っています。でその上であとは徹底的な利便性を そのどこに求めていくかというのは、まあ、まさにこれは国民が決めていくことだろうというふうに思っていて、まあ、その基盤を作るための今回は法律というふうになっていくんだと思います。あの先生の資料にあるような、例えば、えー、ここにあるそのホームタックスのようなものであるとか、エストニアの18分で、えー、法人登記ができるというような話。 まあこれはあの非常に象徴的な取り組みだと思うんですけれども、ぜひ、国民の要望に応えながら、そ,そういうものを実現していきたいというふうに思います。この法案によって、手続きのオンライン化や添付書類の撤廃が進めば、共働きや育児中など、役所が空いている時間帯に、 まああの訪れることが困難な方々にとって何度も役所の足を運ぶ必要がなくなります、またあの引っ越しなどのワンストップ化によって民間も含めた複数の手続きを一度に行われるようになればえ国民の手続きの負担が軽減されます、でこれもやっぱり民間の協力がないと本当のワンストップにはならないんです、ですから、官も民もマインドセットを変えて国民が一番利便性を感じるものを一気に進めると。 いいいうううこととが重要だというふうに思いますであの同時に今回、進めるにあたってもうコストがやっぱり重要だと、要するにもう青天井でそのコストが増えるようなことにならないように、まあ、内閣官房に予算を一元化をしていくということと同時にやっぱり、その費用対効果を全部見極めながら制度変更に強いシステムを作り上げていくと。 ままたそういうううういいいこととが必要だろうというふうに思います、えー、ですからあの私はえ要するに1億人を超えるこれだけ高齢者の多い社会においてそして日本がその日本流の人に優しいそのデジタルガバメントを実現できたとしたらこれは世界で最先端のモデルになるだろうというふうに思っていて日本流の一番を目指したいと思っております。 矢田和歌子さんあの大臣おっしゃるとおりですねあの、日本は最先端を目指すということですが、まあ、最先端に課題の多い国でもありますので、その課題をやはり並べて、あのソサイティ5.0ではないですけど、このデジタル化によってこそ改善できるんだということを、ぜひ示していきたいという気持ちはあの同じであります。でそののとにやっぱりこれ打ち出ししててもなかななかか進まないあの要因の一つとしては そのの情報の管理とということですよね個人情報の管理について、国民が不安に感じているということが一つあると思います。で加えてもう一つがサイバーセキュリティ対策です、サイバー攻撃が、それだけ用途が広がる,が広がるほど、まあ、受ける可能性も高くなりますので、そこをどのように防御していくのかという大きな課題が立ちはだかっていると思います。資資料料のの次の資料2にに先ほど大臣が触れられらました、まあ、韓国におけるホームタックスを 記載したんですが、まあ、ここはです、ね、本当にです、ね、納税者の立場からしても、このホームタックスができたことによってです、ねえー、所得と控除の内容の確認、修正すれば自動的にすべてがこの納税申告できる仕組みになっていましてです、ね、しかも個人情報についても、個人個人の所得のみならず、クレジットカードの明細の情報、現金の領収書、 国税庁が学校などの教育機関や職業訓練機関、あるいは金融機関、年金や健康保険を所管する機関から全ての情報を集めて一括管理しているという状況です。したがって、まあ、お店で現金で払っても納税者が現金領収書カードを提示して、利用店舗から現金領収書の事業者を介して、 国税庁にデータが送られるという、まあ、驚くべき仕組みまで韓国ではすでに導入されているということです。まあ、圧倒的に納税者からすれば、まあ、便利で、何もしなくてもきちっとです、ね、公平な税が徴収される仕組みがすで、まあ、にまあ行われているということなわけなんですが、あのただ、本当にここまで目指すのかということも、当然のことながら論議としてあると思います。全ての個人情報が 国税庁なり、政府に一括管理されるということなので。そこの部分の、そのハードルをどう乗り越えていくのかということが、大きな課題になってくるかと思われます。あの、どちらを目指すのかというと、極端一かゼロになってしまいますが。やはり、今回のデジタル用法の手続きの改正案が。こうした社会を含めて、目指していくべき社会として掲げられているのかどうかの、ご見解をいただければと思います。平井、国務大臣。 あのこういう情報を一元化にして利便性を上げるというのは技術的にはできます、でまあ、その時に一番重要なのは要するに国民の政府に対する信頼だと思うんですね、例えば、えー、スウェーデンなんかは、まあ、国税庁がすべ、まあ、てのこういう情報管理のハブになっているし、えー、デンマークなんかはおぎゃーと生まれたら国民は全員ゲノム情報を国に預けるというようなことが。 まあ普通になってます、まあ、それもすべてやっぱり国民と政府との関係だと思うんです。で、あの日本の場合は、このすべての情報を一元管理するということに対する懸念というものがまあずっとあるわけですね、ですから、どこまでやるかということに対しては、まだ基本的な合意はできていないと思います、ただし、このデジタル化のメリットというものがもっと顕在化してくればですね、 おのずとどの程度やっていくのが一番国民が望む姿ということが分かってくるんだと思いますだからですからここはやっぱり走りながら国民の理解を得つつ進めていくということである一定のその形を全部決めてそれでこの通りにやるんだというふうに突っ走れるものでは私はないと思いますただし世の中はやっぱりデジタルネイティブの方々がどんどん出てきてもうスマホを一つで 生活している人もたくさんいらっしゃいますしスマホで起業するう、まあ、業を起こすですねそういう方も現れてきたし、まあ、最近あの、地下鉄なんか乗ってもみんなスマホを見てますある意味、ちょっと異常な状態かなというふうふに思いますが、まあ、完全な社会のインフラになってしまっているので、まあ、そういうのに慣れている方にとっては 徹底的に進めたらいいというふうに思われるんだと思います。まあ、そこらあたりはやっぱりあの日本の事情を勘案しながら優先順位を決めながら進めていきたいとまあ、そのように考えています。八田若子さん。はい、ありがとうございます。まあ、圧倒的なですね便利さをこう求めるのとですね。 あの掌握されるるとということおっしゃる通りやっぱり、政府に対する信頼というのがなければ、その掌握にはつながらないと思いますし、まあ、そこの信頼を一歩一歩で,ですね勝ち取っていくしかないわけなんですが、特にその個人情報の管理という点で、私、はあの大変懸念しますのが、今回の,あのこの法案には、あまりその情報の保護、個人情報保護という観点がですね、あのきち記載されていないんじゃないかという点であります。あの今はですねあの個人情情報報含む膨大な情報がネットに 溢れてネット置き換えをするというふうなことで、まあ、それがビッグデータとしてこう蓄積をされて、それがまたマーケティングやその生産管理、顧客管理などに活用される時代になってきております。まあ、アマゾンだとか楽天でこういろいろ注文すると、ですねその人の思考がどうなっているのかということが、知らない間に管理されていて、この人がこういうのを買うんじゃないかということが宣伝として流れてくるような、まあ、そういう時代ですよね。そそんな中でその こういう情報管理システム自体にです、ね、その欠陥があると、よくニュースでもあるとおりです、ね、ハッキングされたり、誰かがこれを持ち出して、個人情報の大量な流出というふうなこの事件が起こったりということでもありますが、これは当然、行政上のデータ管理にも言えることであって、今、民間が結構先にそういった個人情報管理を始めていますけれども、行政上のデータ、じゃあ、どのようにきちんとその、 安全性を確保してていいいくくのかとととうことが大事になってくると思います行政機関が保有する個人情報の取り扱いについては、すでに行政機関等個人情報保護法というのがあって、その利用目的やその変更は制限され、個人情報の漏えいを防ぐための必要な措置を講ずる義務を課せられていますが、ただ、この本法律案に、法律案に、 なぜこのデジタル化社会において、非常に大きな課題である個人情報保護の視点が出されていないのか、ないとすれば、なぜなのかというその理由をです、ね、ぜひ今日はお聞きしたいなというふうに思います平井国務大臣。あのこの法律はあの、個人情報保護法がもう大前提の上で作っているので、あえて明記してないというのが、今回の。 まあ答えだと思うんですが、一方で、個人情報保護法のいわゆる3年見直しの検討を今、行っているところです。であの <coughs>、行政機関が保有する個人情報の扱いについては、まあ、すでに行政機関等個人情報保護法等の個人情報保護法に基づいて、 まあ個人情報を保有するにあたっては、法令の定める所訟事務を遂行するために、必要な場合に限り、かつ個人情報の利用の目的をできるだけ特定するとともに、保有、個人情報の漏洩を防ぐため、必要な処置を講ずるなど、個人情報の保護に関する規律が課せられているところ、本法案に基づくデジタル化の取り組みも、このような規律っていうか、この保護法が前提です。 であの加えて、えー、この法案においては、えー、その情報システムの整備にあたり、情報システムの安全性および信頼性を確保するために必要な措置を講ずる義務を国の行政機関等に <laughs> その課していますであの、この個人情報等に関して言う,言うとあの、一方で皆さん、のフェイスブックとかアマゾンとか、まあ、いろんなものに、まあ、平気で個人情報を、 渡してしてまう、まあ、その代わり、ただでいろんなサービスがあると、約款をちゃんと読んでるかというと、皆さん、読んでないというふうに思います、まあ、そういう問題がまあ少しずつ顕在化はしてきてるんですが、一方で、日本ならのモデルも出てきたんです、情報信託、情報銀行、要するに PDS といわれる情報のポータビリティ、それをやっていこう。 であ,のあとです、ね、情報の要するに流通をやるその市,市場もこれ日本初めてできましたつまり、この情報の扱いに関しては今後、世界がどう動くかというのは私はもうわからない要するにガーファと言われるだーっと全部囲い込むというものに対する反動が今、出てきているわけで日本はそういう意味ではそういうプラットフォームは持ってないけど 個人情報に十分配慮したビジネスモデル、つまり国民側に近いところのビジネスモデルというものがいくつか出てきた、ま,あ、まさにこれからそのあたりの議論が深まっていくんだろうというふうに思います。えですから、その個人情報に対するいろいろな保護というのはまあ大前提の上で、これはやっぱり国の行政機関のは当然なんですが、民間に対してもここのところは十分に配慮を。 して求めていく必要があろうと。で、社会全体の中で、個人情報やプライバシーに対して。やっぱり日本人が安心できる。レベルにはしていかなければならんというふうに考えています。矢田和子さん。ありがとうございます。あの個人情報保護法が。全部これも含めて見ているんだという話だったと思うんですが。まさ、あ、に、年度の見直しではですね。これだけデータ量の流出が。あの。 利用拡大がですねあの大きくなってくる中で、またサイバー攻撃も増加してくる中で、3年に1回の見直しでいいのかなという点、疑問に思っておりますし、私はあえてこのデジタル手続き法ができたのであれば、あのこの情報通信技術を活用した行政の推進についても、えー、個別に、 個人情報の保護に十分配慮するし、個人の権利、えー、利益が害されることがないように、配慮しておかな,れなければならない的なですね、個別のやはり、法文の追記が必要だったのではないかというふうに思っておりますので、後ほど修正案として提出させていただきたいというふうに思っております。えー、と続いて、サイバーセキュリティ協議会の運用についてお聞きをしていきたいと思います。 去年の12月です、サイバーセキュリティ基本法が改正をされまして、この内閣委員会においても慎重な審議が行われました。この改正案においてですね、サイバーセキュリティ政策の一層の推進のために、サイバーセキュリティ協議会という新たな機関が設置されました。今年の4月1日に協議会発足しております。この協議会は、インフラの事業者、そしてサイバーセキュリティ事業の事業者、 教育機関等々の関係者が参加するということのために、参加者の守秘義務をいかに確保するかが大きなテーマだったというふうに思います。まあ、協議会スタートして1か月半になりますけれども、この守秘義務に関して、どのような内規や合意形成が作られたのか、また事務局のスタッフや構成員に対して、誓約書のようなものを交わしたのかどうか、説明をいただけますか山内内閣官房内閣審議官。 お答え申し上げますサイバーセキュリティ協議会では安心して積極的に情報共有活動にご参加いただけますよう協議会の事務局、それから構成員、今委員ご指摘のあったこれは政府機関も含みます重要インフラ事業者、それから企業、この方々が遵守すべき運用ルールをサイバーセキュリティ協議会の下で規約等として定めております。この中でで秘密に関してでございますが 協議会の事務局構成員に関しましては守秘義務の対象となる秘密情報を取り扱う方 これを事務従事者というふうにこの規約の中で呼んでおりますあらかじめ所定の様式で届け出るという形にしておりますこれをもってご参加をいただくその応募をしていただきましたでこの当該事務従事者以外の者のには秘密情報を取り扱わせてはならないということをこの規約の中では定めております、えっと、従いましてこの誓約書等というものは特にございませんがこの従事をする方を定める形でご参加いただく形になっております矢、はい、田和歌子さん 協議会に関してはです、ね、昨年の委員会審議でも取り上げさせていただきましたが、まあ、課題の一つは、セキュリティ対策をま主たる業務としている民間の参加者が、どの程度、必要な情報を安心して協議会に持ち込むかということだと思います。そしてその持ち込んだ情報が流出しないように保証できるのかということなんですけれども、これが担保されなければ、やっぱり参加する人はあの安心して参加できないということですし、 来来来ててくだださいいいいとと呼びかけても来なな人は来ないんだと思いますしたがって主要分野と言われたですね分野から本当に今、現在、すべての方々が出てきているのかというふうに、まあ、これはあの非公開だと思いますが、漏れ聞いた情報では、すべての分野からは出てきていないというふうにもうお聞きをしていて、もっと敷居を低く、安心して参加できるということをしていかなければいけないんじゃないかと思います。と資料をお配りさせていただきました資料さんですが、あのこれが政府が今作っている、 安心して参加してもらうための運用ルール例ということでありますあの課題はここに確かに網羅されていると思います事業者の皆さんが用いる懸念不安を解消する様々なルールを決めていきますよということであの実際に来てですねやっぱりその自分たちの情報を信頼する人にしか見せたくないというのは誰もが思うことですし場合によってはそこに競合他社がおるわけですよねそんなところに手の内を見せれるかというふうなあの気持ちにもなるわけです 私も電気メーカー出身なので、あのこの協議会のことをいろいろとヒアリングしましたけれども、やっぱりまだまだ安心感がですね得られない中に本当にいて大丈夫かという声があるのも事実であります。これも平井大臣おっしゃったとおり、少しずつ信頼関係を得て、ですね大きなその事故につながらないように、参加者を参加をですね呼びかけて続けていくしかないんだというふうに思いますが、まあ、あのこの協議会の場がいかに、えー、情報交換していただくことがですね、 有益なことになるのかということをです、ね、実体験していただくということをお、やっぱりやっていただかなければいけないと思いますが、これ、ルールの例ですけれども、実際のこの対応方針、今後のについて、ご説明いただければと思います山内内閣審議官。お答え申し上げます。先ほどご説明をいたしました、この規約の中で、やはりこの情報の共有の範囲で、今、あの委員ご指摘のとおり、 その出す方がいかにこの協議会、それからこう出す、実際にご情報を出す相手を信頼をするのかと非常に大事な点だというふうふに思っております、したがいましてこの規約の中では情報を提供する側、情報提供者が情報の共有の範囲、どこまで共有をするのか、誰に共有をするのか、これを自ら設定をすることを可能にしております。でここのの共有の範囲をえ,と超えることは この情報提供者の同意を得ずにはできない、勝手に変更することはできないと、と従いましてもしセキュリティ上のその関係で共有することが必要だと認める場合には、この情報提供者の方の同意を得て変えると。 いうことをこう必要だということをこの規約の中で定めることによって出す方に安心してこう情報の共有をしていただくという仕組みを作っております、でこれもあのご指摘にあったとおりでございますが、まだまだ私どものこう周知をこう図っていくということも必要かといううに思っております、したがいまして、これからえさらにこうえ協議会の構成員の方を今増やしたいというう思っているところでございますが、この方々に対してこの点を十分にアピールをしてまいりたいといううに思っているところでございます。 あございます、はい、あの政府が思い描くです、ね、社会を実現していくためには、あの申し上げたとおり、サーバーセキュリティに対する対策というのはあの、これからも強く求められるところだと思いますので、そのための,この協議会、せっかくのこの仕組みを作ったわけなので、実質的に機能できるように、ぜひともあの信頼の積み重ねとともに、広くやはり、えー、呼びかけをして、 多くの方々に参加して安心して参加してもらえるような仕組みづくりを今後もお願いしておきたいというふうに思います。はい、続きまして、あの省庁のデジタル化における標準化の重要性について質問していきたいと思います。あの今回ですね、何と言ってもあのこのデジタル手続き法によってですね、えー、前に進んでいくあの具体的な手続き。 現場、現場でのです、ね、判断がすごく重要になってくるんだというふうに思っています。まあ、2002年の時の法律と圧倒的に違うのはです、ね、あの各省庁が自分たち独自でこれやると決めてやるわけではなく、今回は内閣府がこれをやってくださいという大きな基本計画を立てて、そのもとで一元管理をしていくということのこのリーダーシップ力が問われるものだというふうに捉えております。でその上ででなんですが あの行政のデジタル化において、まずセキュリティを確保して、個人情報の保護を図っていくとともに、ですね各省庁の横断的な項目については、データやシステムの標準化、えー、共通化が必要となってきます。これまでのように、各省庁が縦割りで、次年度を超えて、年次を異なって、ばらばらにこの予算を要求して、独自でメーカーと契約して、 独自のシステムを作っていいいいるようううでは機能しないというふうに思いますやはり議論となっているようにですね、予算の要求段階から一元的に管理していく必要があるというふうに思います。この場合、IT 総合戦略室、CIO といわれる各府省の,その情報課統括責任者や CIO の補佐官の役割がますます重要になってくるというふうに思います。皆さんには資料4をお配りしておりますが、この政府の CIO、 CIO 補佐官制度についてはですね、平成24年に設置されて以降、デジタルガバメントの実現やデータ利活用の推進に関して、府省庁の縦割りを打破し、横串を通すという役割を担ってこられ、専門知識を生かした成果を上げてこられていると思います。ただですね、この政府 CIO の補佐官、上席補佐官が今、たった2名、補佐官が39名。 任命を受けていますけれども私はそんな数で本当に足りるのかという疑問を持っておりますこの CIO の補佐官しかも非常勤の国家公務員で任期は一年ですよねそして給与は日給制ということでありますあのこの人たちが実際に大学の教授だとか企業の第一線でデジタル対応をしてきたその実績を持って、えー CIO として入り込んで、補佐官としてですね、具体的なシステム運用にあたっては、本当にこれぐらいの規模の投資がいるのかとかいう目利きも含めて、役割になっていくわけです、でそんなときに、これ、公募制によってですね人を集めても、実際に本当に人が集まってきているのかなという疑問もありますし、あのこの CIO 補佐官の,その役割とか権限、どんなふうにこの高めていくのかということも含めて、 今後の見解があればお知らせあの教えていただきたいと思います。二宮内閣官房内閣審議官、答え申し上げます。委員ご指摘のとおり標準化共通化を進めていくにあたりましては。 不省庁の立縦割りを打破をいたしまして国主を通していくという極めて重要なことだというふうに認識をしているところでございます私ども政府情報システムの整備及び管理に関しまして共通ルールといたしましてデジタルガバメント標準ガイドラインというものを策定をしているところでございますそれに基づきまして政府のデータや情報システムの標準化・共通化を進めることといたしてございます 標準化・共通化の推進につきましてはご承知のとおり各府省単独ではなく政府横断的に取り組む必要があるということでございますしそれに加えまして専門性の高い技術面の知見も必要となるということから政府 c i 補佐官の支援や助言が極めて重要となってく、ま、るところでございます。このため、内閣官官房、IT、総合戦略室におきまして、政府合補佐官と、 政府全体を統括いたします政府 CIO が政府情報システムの将来的なあり方、えー、さらにはその具体化に向けた方向性これ直接議論をいたしまして共有する場を設けてございます、えー、その上で、えー、各府省庁側におきまして、えー、府省 CIO や、えー、府省の情報システムの管理を担う職員が その方向性、これをしっかりと理解をいただき分野横断的な取り組み強化が図られるように予算要求段階等において政府 CIO 補佐官の指摘に対応することをルール化するということなど政府 CIO 補佐官の業務環境を整備をしているところでございます。 また、先生ご指摘の体制につきましても、政府 CIO 補佐官の知見をより一層活用できるように、体制の強化を含め、ま、もう含めまして、必要な環境整備を整えてまいりたいと存じます、はい、矢田和歌子さん,、うん。ありがとうございますあの今年度のです、ね、政府 CIO 補佐官の募集要項を見せていただいたんですけれども、まあ、今年度30名ほどあつあの募集しますということで、A 型勤務というのがその週5日間来る人。 が8名程度 B 型といって、原則として1週間3日という方が20名程度というふうなことなんですけれども、まあ、あのこうして公募してです、ね、本当に集まってくるのかなということなんですね、デジタル人材はどこでも足りません、一般企業もそうですし、まあ、金融機関もそうです、そんな中でこれ、わざわざ手を挙げて、日給で言えば4万ぐらいなんですね、4万から5万円。まあ、現場離れて まあよっぽど志の高い政府のために何かというような人じゃないと、個人での応募は難しいんじゃないかと思います、それよりどちらかというと、政府が企業に働きかけをして、企業でちょっと悪いけど、何人か協力してもらえないかというようなことでですね出していただいているのが現実ではないかというふうに、憶測しているわけなんですが、その時にやっぱり、これ、政府、国にとっても、第一優先で、やっぱ取り組まなくちゃいけないことなので。 まあ企業も大変だろうけれどもということで、やっぱりその使命感を持ってきていただける方を、私はやっぱりきちんと集めていかないといけないんじゃないのかなと、こんな30名とかいう規模ではなくて、それを集めることによって、そして処遇を改善していくことによって、志高い人が集まり、かつ、他の予算を、ですね例えばです、厚労省なんかで多く使っているシステム、サーバーを確保していくのに、ですね今回、マイナンバーをきちんと行政に紐付けして、80億も投資したと。 けれども結局、それが機能しなくて、使われているのは0.01%程度だったみたいなあのデータ出てますけれども、こういうふうなあの目利きをせずして、概算で要求したようなことがね、結局、無駄になってしまうぐらいであれば、先にそういう CIO の人たちにきちんと目利きをしていただいた方が、よほど予算についても縮減できるのではないかというふうな思いもありますので、そういった観点から、この、 あの C.I. o 補佐官を集めるということについて、ちょっと何かコメントがあればぜひお願いしたいと思います。はい、向井内閣官房内閣審議官お答えいたします。全く先生ご指摘の通り、えー、あの二つばかし障害があると思っています。一つ目はですね、あのもし上金であの雇用しようと思った場合ですね、公務員のですね給与体系だとですね、とてもあの一流のですね。 人材が来るような給与は出せないと、したがって、非常勤の場合はです、ね、兼、まあ、職の禁止がございませんので、したがってまあこういう形を取っているというのが現状であると、従いまして、もう少し給与を柔軟化できないかということにつきましては、検討したいと思っておりますし、まあ、その関係当局にです、ね、働きかけを行いたいと思っています、それからもう一つはの予算の話でございますが、私ども、現状、あの愛知市でも売っております、予算、全部あの、基本的に目いっぱい使って。 補佐官を雇っ,っておりますけれどもあのあの、なんて言いますか、最近のです、ね、政府の取り組みがです、ね、そういう業界にも広がってきたのか、今年あたりの公募を見ますとです、ね、なかなか非常に優秀な人材が集まってきているというふうに考えておりますが、いずれにしても数の問題は、どうしても予算の制限があるということで,です、ね、私どももその予算の確保につけて努力してまいりたいですが、ぜひ先生方のご,ご支援をお願いしたいというふうに思っております。 矢田和歌子さんいますあのいずれにしましても、この試合を補佐官の役割というのは、あのかなり、えー、これからもですね高まってくるものと思いますので、まあ多分今までも、この方々が入って目利きをしたことによるその効果というもの、を検証を並べてみればあの、いろいろと出ているはずなんですよね、それをデジタルデータ化して、それこそメール化して、ですねこれだけの効果が上がったので、もう少しこれだけの人数取りたいんだっていうようなことで、えー、これを取れれば、さらに、 あの各省庁が予算立てしているデジタル化の投資に対するところも半減できるんだとかです、ね、そういったあの何か指標を出されて、私たちもあの要請しますけれども、ぜひあの増やしていただく方がいいのではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いをします。続いいいてててシステム入札の在り方についてお聞ききをしていきます、えー、と税務や社会保障など 膨大な情報をコントロールするシステム、まあ、巨大なシステムとなるためですね、どうしてもハードとシステムの開発の調達は、まあ、大手企業にまあ集中しているのではないかと思います。政府はこれまでも一社応募の改善に取り組まれ、また情報システム関係の調達についてはです、ね、平成26年12月の政府情報システムの整備および管理に関する標準ガイドラインに基づき、まあ、特定の業者に有利な仕様とならないように、 使用書におけるシステムの要件定義を明確化するということと、使用書については先行して運用を行っている事業者から引き継ぎ期間が十分に確保されるようにな内容にする等のです、ね、方針を打ち出されていますが、実際に近年の情報システムの課題調達における傾向を説明していただければと思います二宮内閣審議官。お答え申し上げます。 ただいま委員からご指摘のございました、えー、ガイドラインにの中にです、ねえー、一般競争契約を原則といたしまして1、えー、社大札ベンダロックイン等による適正な競争を阻害する事態が発生しないように十分に注意をすることを求めているところでございますで具体的には、えー、調達の前の段階からどういった内容をどの単位で、えー、いつ調達をする,というするのかにつきまして、えー、事業者に広く公開をすること また規模や性質に応じまして複数分割も含めた合理的な単位で調達をすること、えー、さらに事業者が交代する際に円滑な引き,引き継ぎができるよう引き継ぎ作業を調達要件として事業者に求めること。 システムが複雑化することによるベンダーロックインを抑制するため、定期的にシステム機能を棚卸しをいたしまして、システムをスリム化することなど、競争性、透明性を確保しながら、調達を円滑に進めるために取り組むべき事項を定めているところでございます。 各省におきましては、ガイドラインを,、えー、を踏まえた適切な調達が行われることになりますと、多数の事業者からの提案が得やすくなり、参入機会が拡大することにもつながることから、新規参入の促進にも資するものと考えているところでございます。矢田和歌子さん、はい。ありがとうございます。あの行政手続の とといいいうううのが何よりも重要だというふうに思いますで、まあ、現場からちょっと頂い,いている行為としては、ですね2つあって、やっぱ使用書がきちんと固まらない段階でバーンと出てくる、とりあえず走って、とりあえず走って、追加でですね、こういう改善するんだと、まあ、ほとんどこの使用書がきちんと固まらない段階で出してくることによるやっぱ弊害が1つです、そしてもう1つは、その <laughs> 固まらない中でも、日程はだけは決まっていて、ですねそこまでに何とか仕上げてくれと言われるがあまりにですね。 まあ結局、すごい莫大な量のデータを慌ててえ打ち込んだり、回収していかなければいけない作業に追われて、働き方改革どころか、不夜嬢と化して、ですねもう帰れないような状況が続くんだというふうな、そんな苦情も受けております。あの資料のうのところに少し、診療報酬改定プロセスを一つの例に、ですねシステムエンジニアの働き方について要望を受けていることを入れ込ませていただいております。 まあ明らかなとおりです、ね、決まってくることが遅いわけですね、3月下旬に診療報酬改定に関わる告示、通知があるわけですけれども、実際にあのシステムエンジニアは、3月から5月までほとんど帰れなくて、まあ、どんどん追いかけて追いかけて、とにかく間に合わせなければということで、仕事をしているという現状ですで。当然予算は最初から組まれているので、まあ どれだけ長時間になろうが、もうそれ以上の予算はもらえなくて、ですね、まあ、赤字に陥るようなケースも中にはあるということでもありますので、まあ、こんなことにならないように、まあ、働く者からすれば過重労働ですよね、にならないようにということも含めて、やはり調達のあり方、まあ、データを変えていくときの回収のあり方については、ぜひ、えー、対応を考えていただきたいというふうに思いますが、ご答弁があればお願いします。 二宮内閣審議官答えいたします先ほどもお言及いたしましたが、政府情報システムの整備および管理の共通ルールといたしまして、デジタル・ガバメント標準ガイドラインを定めているところですが、調達の前の段階から事業者が事前準備に十分な時間が確保できるようにすること、さらには要件や作業範囲を明確にすること、事業者とのコミュニケーションや合意形成を綿密に行うこと、 を求めているところでございます。えー、試合を補佐官と協力をいたしまして、あらかじめ発注要件や作業範囲を明確にした上で十分な準備期間が確保されれば、事業者からの提案や見積もりの精度が高まるということになると考えられます。またそのため入札の不調や不落に伴うスケジュールの遅延、これが防止をされ、それらに伴うシステム技術者の方々の負担や、えー、コストの増加。 これが回避されるることととなるものと考えますでさらに、えー、事業者との明確な役割分担の下で、えー、コミュニケーションを密にすることで、事業者任せにするのではなく、えー、検討漏れによる追加作業や、えー、それに伴うスケジュールの圧迫、えー、による技術者の過重労働といった負担増、えー、これらが回避をされることになるのではないかと考えているところでございます。向井 内閣審議官あの診療報酬改定の話がされましたので、あのこれ、どういうことを考えているのかっていうのを今、今、まあ、まだまだあの内々の検討段階でございますけれども、お話したいと思います。あのおっしゃるとおり、あの診療報酬改定のです、ね、は期間が短く、かつあの、えっと、関与者が非常に多く、システムも多数あると、保険者、それからの医療機関で、まああの、いずれにしてもま国の調達ではないんですが、あの実際にはです、ね、やはり、 あのそれぞれの保険,保険者、それから医療機関がバラバラのシステムを持っていると、したがってそれぞれが診療報酬改定にですね対応しているというとございますが、これらをできるだけ標準化していって、本来はあの厚労省がですね一つのものを作ったものをダウンロードするような仕組みにしてしまえばいいんではないかというふうなことがあの目的で目指すべき方向性であると思っておりまして、そういうなんと言いますか、全体の社会、まさに国が関与して作っている社会。の あれですね、あのシステム全体をです、ね、うまく見直していくことによってです、ね、そいつ、またベンダーもです、ね、こういうところで,です、ね、あの商売している時代じゃないと、もっとあの先,先端的なものに商売していかないとです、ね、先生おっしゃったように、技術者がです、ね、入ってきて、1つの病院に張り付いてです、ね、過剰労働を仕切られると、結構や早く闇をかける方が多くおられますんで、むしろ,むしろ日本の IT 時代の無駄遣いにもなると、そういうことも考えながら、こういうことを考えないといけないというふうに思っています。 八田和歌子さん、はい、あのぜひ現場からの要請もありますので、お取り組みを強化をお願いしたいというふうに思います。え続いて、あの厚労省、来ていただいていますが、医療におけるマ,マイナンバーの活用についてお聞きをしておきたいと思います。あの今年の法改正で、マイナンバーカードの健康保険証としての活用が、まあ、進んだということについては、評価をしたいというふうに思っております。行政手続きのデジタル化という点においても、大きな一歩となるのではないかと思います。 ただこの制度は、ですね患者の保険証の有無ありなしをリアルタイムで確認できるということではあの、素晴らしいんですけれども、果たして医療機関、受け入れ体制がきちんとできるのかという課題が残っていると思います。政府として医療情報化の支援基金を創設して対応するという方針、お聞きしておりますけれども、今後、すべての医療機関が対応できるようにするための支援策を説明いただけますか。大大口厚生労働副大臣 野田委員のご答弁申し上げますあの今、委員からもご紹介いただきましたように、この健康保険法の一部改正法案、これが成立し、あの昨日、公、ま、布されたところでございます、そしてこのシステムの導入の費用を支援するため、ま、今ごあの、ご案内ございましたように、この情報、医療情報化支援基金を創設し、 例和元年予算において300億円を確保した等でございます、そしてあのこの医療機関ではオンライン資格確認を導入することで、執行した健康保険証の利用による、過護請求の事務コストがまあ減少することなど、80億ぐらいの,この効果があると試算しておるわけでありますが、この事務の効率化やリメンスの向上につながることが期待されております。で、まあ、できる限りですね多くの医医療療機関等で導入が進むようまあ医療情報 かあの支援基金をまあ、150億円分でございますけど活用して普及に取り組んでまいりたいと考えております八田和歌子さんはいありがとうございますあの事務経費の節減ということもあるんですけれども今回このマイナンバーを健康保険証に活用するのであればですねまあ、将来的にはやはり医療情報を総括的に管理できるものとしてですねやっぱ社会保障費の引き下げに寄与しなければいけないんじゃないかというふうに思っています 特に薬の問題に関してはです、ね、従来から多剤重複投薬の問題、あるいは患者が多量の薬を飲み残す残薬の問題が指摘されています。この問題、将来的にです、ね、このマイナンバーカードを活用して、医療や投薬情報を一元管理してしまえばです、ねあの、どこの医療機関で誰がどんな医療を受けて、そしてどんな薬をいつどれ、誰がどれだけの量をもらったのかということを一元管理すればです、ね、その、 同じ薬を多重に出せないというようなことも、まあ、あの制限されるわけです、まあ、今やですね残っている薬が500億超えるという、ですねこんなまあ馬鹿げた状態になっているわけですので、いるものは出さなければいけないけれども、まあ、いらないものは出さないという、この当たり前のことをですねしていくということは、まあ、今、大事なんじゃないかと思います。ででブブララウウンンババッックク運動ですかあのブラウンバックを 薬局に持っていけば、ブラウンバックにですね残っている薬を詰めて持っていけば、あの重複をですね解除しますみたいな運動されているというのは聞いてますけど、やっぱりいろんな薬局行っても、ほとんど千代田区とか、この間も行って聞いてみたんですけど、いや、まだうちは始めてませんのというところが多いわけですよね、で母とか高齢者の方に聞いても、そんなん、家中のねの薬集めて、あんなバックに持っていくこと自体が面倒やわと。 いうふうなことで、まあ、ここら辺もですねせっかくマイナンバーを活用するのであれば、そのカードにすべての情報を入れるということを、やっぱり進めていただきたいというふうに思います。これによって、本当に医療費全体の抑制、大きく貢献できるという期待ができるということも含めて、えー、お願いをしておきたいと思います。あの一方ででですすねね月日日付のこののこ経新聞の長官にです、ね 大変もあの残念なことですけど、医療機関の間で診療データを共有し、重複医療を解消するという目的で設置されました地域医療情報連携ネットワーク、まあ、膨大な補助、えー、これ、530億円の公費が投入されているわけなんですけれども、にもかかわらず、登録患者や参加施設、低迷していてですね、全国約210の地域ネットワークの中で、 登録した患者の数は全日本の人口のたった1%だというような記事が載っておりました。530億円もまあ投資したのに、まあ重複医療を解消する効果が出ていないというふうにも言えるかと思います。まあなかなかあの一石二鳥には進みませんので一歩ずつかもしれませんが。 まあさまざまなデータをデジタル化して、ネットワークを構築し、本当に効率化し、利便性を実現するシステムを作るにというのは、ですねあのすごく難しいことなんだと思いますが、ぜひあの厚生労働省もですね意識をしていただきたいと思いますし、私実は先月のあと先週かの,あの決算委員会でもこの問題取り上げて、大臣にはお話をしたんですけど、残念ながら大臣から直接の答弁が得られなかったんです。ってあの今日の段階で ぜひ副大臣、こういうことについて、どう思われているのかについて、ご意見をいただければと思いますが。山本厚生労働大臣官房審議官、はい。お答え申し上げます。あの、まず、この度、あの、マイナンバーカード、健康保険証として活用していくと。いうことに合わせまして、あの。 このオンライン資格確認の仕組みを活用いたしまして、2021年度から薬剤情報をマイナポータルで本人が確認できるようにするとともに、本人の同意の下で医療機関や薬局においても薬剤情報を確認できる仕組みを導入する予定としております。あのこれによってあの、議員がご指摘されたように、重複投薬の削減につながることが期待できるというふうに考えております。 あの、いわゆる地域の医療ネットワークにおける情報共有の仕組みについてでございます。けれども、あのこれにつきましては、あのそれぞれの地域において、その目的に応じてあの情報共有の仕組みを作ってきたところでございます。あの、これ市として、あの医療の診療情報の生データをあの医療機関で共有することによって。 その患者さんにととっててより良いいい医療を提供していくということが目的でございますあの,、まあこの使われ方というのは、地域のニーズに応じてあの、それぞれの仕組みを構築してきたところでございまして、ここは評価していくとなかなか難しいところでございますけれども、私どもとしてはできるだけあのこれがニーズの大きさと費用対効果、 という観点からですね、より良い機能になるように、あのデータヘルス改革全体の中であの検討してまいりたいというふうに思っております。はい、八田和子さん、うんはい。ありがとうございます。あのぜひですね、国民目線に立ってですね、いろんな医療機関で受診した時のデータがですよ。例えばレントゲンを撮りましたその時の画像データが一元管理をされて、必要であれば他の機関からも取り出せる。そういうことはやっぱ国民にとっては利便性も高まり、あの。 良よかったなと思っていただけることの一助になると思いますので、ぜひもうマイナポータルはですね何よりもこのマイナンバーがなければアクセスするできないというふうな、私は不便なまだ状態であると思いますし、であればマイナンバーをやっぱり皆さんが持つような施策をさらに進めていかなければいけないんじゃないかというふうに思っています。厚労省特にですねあのいろいろとトライ されれているんですけれども、まあ、社会保障費がこれだけ問題になってきている中で、まあ、年金の伸び率よりも、まあ、医療費の伸び率の方が高いというふうに言われていて、特に国民健康保険ですよね、もう本当に大赤字になっている中で、ま,あ、まずは皆さんが重複を意識して、重複した医療を受けないとか、重複した薬をもらわないという意識づけを含めてですねやっていくべきだというふうに思いますので、ぜひこのマイナンバー活用をもう一歩進めていただけるよう、 ご検討をお願いいいいしたいなとううふうに思いますでは、マイナンバーカードに戻りますが、このマイナンバーカード、とにかく持たなければ始まらないというふうにしていかなければ、どうしてもですね、負担率が高まっていかないというふうに思っています、いまあ、未だです、ね、13%程度の方しか持っていないということなんですが、まあ、これ、年間で言ってもです、ね、まあ、初期投資がほぼ3000億ですか。 そして維持していくだけにも年間300億円がかかっているということでもありますので、このマイナンバーカード発行促進策、さまざまな施策が今後、検討されていくと思いますけれども、まあ、第一にこの消費税増税に伴うポイント還元もその一つであろうかと思います。しかしながらですね、本人を確認するツールが今は他にもたくさんあって。 とりあえず免許証があり、パスポートがあり、健康保険証がありということですね、でなると、どうしても持たなければならないというインセンティブが働かないんじゃないかと思います。で発行率を見ると、60歳以上の高齢者の人ほどです、ね、発行しようかというふうな人が増えているわけなんですが、まあ、このあたり、 何,何が要因で発行を妨げているのかということも含めて、もう一度私は検証していくべきだと思います、で特にあの平井大臣おっしゃるとおり、圧倒的に快適で便利だということを、マイナンバーカードを持っていれば、圧倒的に快適で便利が実現されるんだというふうにしていかなければいけないんじゃないのかなと思っていまして、あのまあ、当然、低い発行率の要因の一つが、一つがまあセキュリティの問題とも言われているので、持っているけれども、なくしたらどうしようとか。 盗難されたらどううしようだとか、なりすましのリスク等もありますので、そんな中で、どうすれば国民の皆さんにインセンティブを感じていただけるのかということについて、ぜひご見解があれば、お願いいいしたいと思います。北崎総務省自治行政局長。 マイナンバーカードの取得がなかなか思うように進んでおりません状態につきましてあのその原因についてあの調査をいたしますと、えー、取得予定がないと53%の国民の方々が。 調査対象の方々が答えておりましてその理由として一番大きいのは紛失や盗難が心配だからということを挙げてらっしゃる方がいますそのためにさらなる普及に向けましては一つにはそもそもマイナンバーカードの IC チップには機微な情報は記録されていないんだということまたつには利用には顔写真やパスワードによる本人確認が必要でありなりすましは困難な仕組みなんだということ三つには たとえ紛失いたしましても24時間365日体制のコールセンターでカード機能の一時停止が可能であることなどなど国民の皆様方に周知し安心・安全にご利用いただけるということをご理解。 いいたただきたいと思っておりまししててこれに力を尽くしてまいりた、いと思っておりますま員ご指摘ありましたメリットを感じるものということで私どもデジタルガバメント閣僚会議の中でご指示をいただきまして一つは消費喚起のためにマイナンバーカードを使っていただくことそして今回厚生労働省の方うで法改正をいたしました健康保険証としてマイナンバーカードを使えますこと。 また、さらには今現在やっておりますものでは、コンビニエンスストアであの住民票を交付しましたときには、正規に、正規にといいましょうか、市役所の窓口で発行するよりも、の廉価で安く入手できたりするような、そういった努力もしておるところでございますので、利用者の方がメリットを受けられる場面を増やすとともに、利便性の向上に取り組むことで、普及を図ってまいりたいと考えておりま八田和歌子さん、はいありがとうございます。 あのインドではです、ね、13億人すべての国民に固有の番号を振り割ったアドハが導入されまして、平井大臣、ご一緒にインド行かせていただきましたけれども、なんと驚くべきことに90、90%以上の11億6000人がこのカードをすでに持っているということなんですね、そしてそのアドハに登録した身分証明、登録の際には顔写真とか、すべての手の指の指紋、それから目の両,両目の,その交際の登録なども。 まあ、されるといいううふうになっています、まあ、生体認証の活用ができる状態の中で、まあ、多くの人が持っている、この持っているでも理由の一つには、やっぱりその日本のように税ですね、タックスを徴収するときだけにあの必要なんだということではなくて、給付を受けるのにもこのカードがいるんだと、福祉的な給,給付含めてです、だからそういったことも含めた取り組みだというふうに思うんです。だから、まあ、あの今 おっっしゃったように顔認証とパスワードだというようなこともありましたけど、パスワードってたくさん覚えなければいけないということを考えると、ですね特に高齢者に対するハードルはますます高くなる一方で、パスワードいくつも覚えられないよというような声も出ていることでもありますので、そういうデジタルデバイドへの対応も含めて考えれば、今後、生体認証というのが一つのトリガーになるのかなというふうに思うんです。生体認証についいてはかかがお考えですか 平井国務大臣。あの。インドの場合、先生のおっしゃる通り。あの生体認証は、もう皆さん。交際とか指紋とか、顔写真とかあるんですが。日本のマイナンバーカードも。あの顔写真のデータは、まあ本人と識別できるデータは入ってるんです。で、あの。先生のように、生体認証に。この積極的に導入せよという意見が。 増えてきたのはもう最近ですよそれまでは生体認証ということに対してのやっぱり不安みたいなものがあったと思います、ここもやっぱり世の中が変わったなというふうふに思っていまして、あの生体認証に限らずセキュリティレベルを上げるためには多要素の認証というのがやっぱり一番理にかなっていると思いますので、われわれもその生体認証を できるだけそのスムーズな形で導入できる環境を作っていきたいと考えております矢田和歌子さん、はい。顔認証含め、ですねあの認証の仕組みもどんどん技術が向上してきております、今、静脈の認証なんかもですねあの新しく発表されたりしておりますので、まあ、ぜひ、まあ、だからポイントはやっぱり徴収する側の税の紐付けだけじゃなくて、給付にもいるよと。 いうふうなことで、何かやっぱりこれがなければ不便なんだという,ふうなことも含めて考えていかないとなかなかこの向上しないんじゃないのかなと思いますので、マイナンバーをやっぱり一つのトリガーとして、デジタル社会が大きく動くんだというふうなことをです、ね、意識づけするためにも活用をお考えいただければというふうに思っております。えっと、続いて、行政手続きにおける活用範囲の拡大の問題とリスクについてお聞きをしていきます。 あの日常的な行政の申請においては、ですねやはり戸籍謄本、商本の提出、住民票の提出というのはもう圧倒的に多いわけです。で資料6にお配りしたとおり、戸籍謄本だけでも、ですね調べてみれば、これだけ大きくのものに必要とされます、パスポート、入籍、離婚、養子縁組、年金の受給、民間の生命保険の請求や、自動車の名義変更まで、ですね戸籍謄本、求められるんですねこれれ求められるたんびにですね。 まあ結局取り寄せななけけければいけないわでですで住所が変わっているとそこに通知を出して郵送してくださいとかね勤め人だと土日なんていけませんからそういうふうな不便が起こっているわけですこんなものがですねやっぱり残っているようではです、ね、なかなかあのデジタル化進めたという,ようなことにならないのでぜひその行政上の手続き特に不動産関係民間の契約 なぜやっぱり戸籍謄本や住民票、印鑑証明の提出が必要なのか、で住民票はまあコンビニでも取得できる自治体は増えてきていますけれども、なぜこれらの証明書は、ですね基本的に窓口申請や郵送申請になっているのか、そして何よりもすべての国民にマイナンバーが付与されていて、圧倒的にその人を特定できるマンゴーがあるにもかかわらず、そのマイナンバーがあるのになぜ神というまた取り寄せたアナログな情報をね。 添付しなければいけないのかということは今後大きくやはり皆さんが疑問に思われることになってくるかと思います今回の法案これらの疑問に対してどこまで対応できるのか将来展望を含めてお聞かせください時沢内閣官房内閣審議官 お答えいたします、えー、各種の行政手続きにおいて、戸籍等、えー、本、戸籍証本住民票の写し、こういった添付を求めている理由につきましては、あの網羅的に把握しているわけではございませんが、市として申請者等の氏名、住所、生年月日、本籍、世帯主、世帯主との続き柄、えー、法定相続人などを確認するためと承知をしております。 でこの,デジあの法案に、えー、今ご提出して、えー、ご審議いただいております法案により,まより、えー、行政機関間の情報連携が進み、えー、添付書類の提出を省略することができるようにな,になりますれば、そもそもお戸籍塗装法。 当本、えー、住民票の写しの交付を申請すること自体は不要になるわけでございます。で添付書類の省略の対象となる添付書類につきましては、えー、この省略を実現するため必要な情報連携の仕組み等の一定の条件が整うというものから順次、政令で定めまして、その省略を実現することといたしております。現在、まあ、の住民票、マイナンバー等もございますし、現在、戸籍 当商法につきましては、戸籍法の一部改正の法律が提出されておりまして、2023年以降にも各種手続きにおいて添付省略が可能となるということもございますので、私どもといたしましては、情報,情報システム整備計画に基づきまして、 計画的に行政機関等の情報連携の仕組み等を構築することによりまして、その対象の拡大を図ってまいりたいと考えております。またあの現在戸籍 住民票の写しにつきましては、えーまあ、コンビニ交付という手段もあるわけでございます、またあの今回の法案におきまして、地方公共団体のオンライン、これは努力義務でございますけれども、そういったことも規定をさせていただいております、えー、積極的に取り組む地方公共団体を支援をし,しまして、えー、地方団体のオンライン化の取り組みということにも力を入れていただきいいと思いま矢田和歌子さん。はい、いあありがとうございます。あの、 本法案においての懸念事項の一つがです、ね、地方公共団体は今、これ、義務ではなく、努力義務なんだというところです、本当に国がそう思っていても、地方公共団体が積極的に取り組むのかどうか、やっぱオンライン化をするにあたって、最初にインフラ投資が必要なわけなので、まあ、枯渇するその地,地方の予算の中で、これを乗り越えればです、ね、本当は最も恩恵が得られるんだというような使命感を持ってね、取り組む地方行政がどこまで出てくるのかなと。 いうところでありますあのですから私はやっぱり義務化すべきだったんじゃないのかなと思ってまして、まあ、財源の問題がありますけれど例えば政令指定都市50万人いるところはね、やっぱり効果出るからやるべきなんだというふうなことをです、ね、内閣府が肌振ってやらなければ進まないんじゃないのかなということも思いますので、ぜひお取り組みをお願いしたいというふうに思います。そしててここの空いいた時間をぜひ今多く地域で問題起こっている 子どもの虐待だとか、貧困問題だとか、お年寄りの介護の問題だとか、窓口でフェイトゥーフェイスできちっと相談業務にアナログの対応とおっしゃいましたが、アナログ的なことこそ時間かけて、デジタルで解決すべきものはしていくんだというふうな姿勢をですねぜひ国が示して、そちらの方向に持っていくように、旗振りをしていただければと思いますので、よろしくお願いをします。 それからもう一点、ですねあのちょっと重複するので、要望だけにしますが、やはりこの必要のない押印ですね、ハンコを押すという作業をなくしてほしいということであります。私、これ、企業側でこう勤務をしてきた経験からいく,いくと、ですねいろんな保育園の入所の手続きとか、授業に対する就労証明書の発行とか、いわゆるこのバックオフィス業務というのは、ですねたくさんあるわけなんですけど、行政に関わるこのバックオフィス業務がですね、 本当にあの煩雑でたくさんあって、これが本当、労働生産性をあの下げてるんじゃないかと思うぐらい煩雑なものがあります。印鑑を押すというのも一つの業務で、まあ、多くの従業員がいる場合、印鑑ばっかり半日ぐらい押してるような日もあったぐらいにですね、大変な業務になってきます。したがってこののデジタル手続きを進めるのであれば このオンライン申請であっても、その印刷して PDF 化して、それにまた印鑑を押すようなことがですね、やっぱり解決されるように、ぜひ進めていただきたいなというふうなことであります、あの何のための承認かというと、この人が実際、例えば就労証明であれば、その企業にいますよということの確認だけなので、わざわざ印刷して印鑑を押さなくても、いるからその担当者が手続きして行政に送ればいいだけのことなので、その文化のようにこの残すということについて、 まあ、ぜひ行政が旗を振って、これも進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。中小企業です、特に中小企業は、この,あのバックオフィス業務がですね本当に大量にこの労働生産性を押し下げているというようなデータも出ておりますので、ぜひこのあたりも進めてください。はい えと時間がなくなりましたあの最後、在外投票におけるマイナンバーカードの活用についてお話したかったんですが、資料だけお配りしたので、また見ておいてください、これだけ今、多くの13万5000人という方々が今、海外に滞在をしています、多くは民間企業や語学の研究者、それから政府の関係者入れれば、ほぼ75%が一定期間、海外にいて、また帰国する方々です。そういうい方々に今回国外 転出時にマイナンバーカードが付与される、利用可能になるわけですので、ぜひ、そうしたときに外に、海外にいてても、在外投票ができる仕組みについても、ですね構築をしていただければと思います、資料8にも在外投票制度の仕組み書いておりますので、ご検討お願い申し上げまして、質問とさせていただきます。ありがとうございました